この間の7月28日の動画ですね。この動画で、差し歯の写真を大鷹の写真っていうふうに言ってしまって、間違えてしまったんですけれども、この時期ですね、大鷹幼鳥と差し歯幼鳥が同時に同じような場所にいることがあるんで、間違いやすいということで、その辺を今日は整理していこうと思います。ではまずこの2枚の写真、左が大鷹幼鳥、右が差し歯の幼鳥になります。でこの2枚の写真にこの間撮った写真を重ねてみると、パッと見て右側の鳥に似てるなっていうふうに思うと思います。どこが似てるのかなっていうと、やっぱり一番大きな理由は目の上の鼻斑ですね。白い斑が大きくありますね。そんなに明瞭には写ってませんけれども、それでもはっきり大きな鼻斑があるのがわかると思います。ですからこれは大鷹ではなくて差し歯ということになります。では具体的に差し歯幼鳥、大鷹幼鳥の間にどのような差があるのか見ていこうと思います。まず左側の写真には、はっきりと太い鼻斑が見て取れますね。右側の写真はもちろん鼻斑はありますけれども、左側の鳥ほどは太い鼻斑ではないですね。また目の色、虹彩って言いますけれども、左の写真では、暗褐色、暗い色をしてますね、目が。一方右側の写真では、明るい色、薄い色をして、違いがわかると思います。それからもう一点、尾羽の突出の違いっていうのがあるんですけれども、これちょっと説明がややこしいんで、割愛します。興味のある方は図鑑などで調べてみてください。この後いよいよですね、秋の渡りのシーズンに入っていきます。上空をですね、この後いろんな鷹などが飛んでいる可能性があるので、ぜひ注目して見てみてください。今日はありがとうございました。